結構温かいものが売れるんじゃないかと僕たちは思って、おでんにしました。何時ぐらいまで券売残ってたら値引きの戦略をスタートさせるとか、そういうことをなんかある程度考えて分析していくっていうのが大事なのかなと感じました。意外といろんなことでお金かかっていて、レンタルとか思った以上にお金かかって大変でした。限られた予算の中でその作業をするっていうのはとても大変だけど、それを成功させるとすごい利益が生まれるので、それが面白いなと思いました。おいしいクッキーどうですか？やっと利益が少し出始めるかな。損益分岐点がそこら辺なので。最後のなんか会計のところがなんかすごい細かくてちょっとびっくりしちゃいました。ただいまより定款の定めによりまして、株式会社おでんくんの株主総会を開催いたします。売り値は適正であったとか、売り値をこうしたから2日目の客が増えたとか、そういったところの分析というのはされていないでしょう。自分たちのアイディアで全部作り上げるのってすごい普段の生活ではないから、自分たちの考えが全部成り立っていくのを学べるのがすごいいいよって伝えたいです。